ゼハチャンネル DX 始まりました。始まりましたよ。よろしくお願いします。テンション上げていきましょう。行きましょう行きましょう。 OK、 それではまずはメンバー紹介させてもらいたいと思います。ボーカルの田中和也です。よろしく。そしてギター、リーダー、アイズスコクリョウヤ。そしてドラムとベースです。イエーイ。ちゃんと紹介しろよ。ベースの中津健介。ドラムス桜間慎二。4人揃ってせーの、 We are ゼゼハハ。決まりました。これは素晴らしい。ありがとうございます。だいぶシンクロしてきたね。そうですね。ありがとうございます。起きてますか皆さん。起きてます。起きてますか。深夜ね、朝4時しますけども、もう声出したらいいみたいになってますけどね。、はい、まずは本当に皆さんに感謝の、言葉ありますよ。聞いてくださいよ。見てくださいよ。ね、本当にね。まずは、ロッキン RO ロック、はい、コメント投票、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。マジでありがとうございました。本当に、もう嬉しいです。嬉しいです。間違いないね。間違いない、はい、思いたいね。思いたいです。はい、はい、本当に、まあそのそちらの方 の、 あのホームページにね、そのコメント投票ありがとうございますみたいなページがあるんですけども、はい、そこにも皆様へのコメントもそちらもアップされてるんで、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。僕らの感謝の言葉が書いてます。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。そこでバスバスちょっと行きたいと思います。はい、6月もね、はい、ライブとかあるんで、はい、まずは、6月6日、はい、バスン木曜日、はい、渋谷ラママ来たよ。来ました。 ありがとうございます。これね、だいぶうちらとしてはそのラママは結構ね、はい、やってきてたんですけど、ゼゼ母としては初の、そうですね、渋谷ラママということで、ねえ、ケンスケも初だったよね。はい、どうでした、カツラママ結構良かった。ママ結構ね、前回やった時結構良かったんじゃないかなと思います。はい、はい、なんか どうでした。前回もそうですね。自分はもう出演すること自体が初めてだったんですけど、うん、実際やってみてすごい PA さんも良くて、いろんなアドバイスもいただいて、すごいやりやすい環境でプレーができました。はい、全部嘘ですか。全部嘘ですか。どんな質問だよ。敬語になる。それは全部嘘ですか。イエーイ、ラママ本気ですよ、本気。盛り上がるポイントが分かんねえよ。ラママその6月6日ライブ、はい、見てくれれば分かります。そうだね、うん、これめうちら鳥、9時から、はい、アンコールぜひ期待しますんで、よろしくお願いします。いいんですかね。いいんです、いいです、はい、そしてまあ告知バスバスいきたいと思います。はい、6月の18日、はい、ババ火曜日、こちらも同じ渋谷ですね。はい、渋谷、渋谷と続きます。渋谷セブンスフロア、これも、前回は前回はね春野がいたんですけども、はい、今回もいるのかな、いるのかな、春野かな、春野が春野ね、うん、まあとりあえず4人でも、はい、ガッツリやっていくと思います。春野に頼ってばっかりじゃね、ダメですよ、ダメだからね。これどんな感じですか、渋谷のセブンスは。全部なんかライブの感想っていうか意気込みとかケンスケに聞いてるんで大丈夫ですか。いいんじゃないですか。もうね、はい、セブンスフロアのある場所が、はい、もうラブホ街なんで、はい、いや、またそのセブンスフロアの会場がね、すごいラウンジチックでおしゃれなんですよ。おお、だからぜひともライブ見終わった後ラブホテルに行ってください。そうですね。えよろしく。大丈夫、淫乱な女性がね、集まるように頑張りたいと思います。はい、こちらは8時半から、はい、このね、対バンもね、結構いろいろ結構面白い感じでしたね。2人目のジェイダ、本当ですか、はい、アメフラシカルテと、ギブミーチョコレート、はい、コーヒー、これ結構なんかファンク寄りな感じなバンドっていうか、本体とか、あとウッドベースとかそういう感じのバンドが多かったですね。なんでこれは最初から来ても面白いと思います。あ、スコークはリーダーが言うんでね、これはマジだ、マジかもしれない。チョコレートさんにチョコあげたらなんかくれますね。6月18日セブンスフロア、これは楽しみだと思います。
そして、はい、ちょこちょこねホームページとか、はい、個人のツイッターとかいろいろねそちらの方で告示してるんですけども、はい、まあ、これねホームページ、はい、告示してるんですけども、はい、イベント今年、はい、9月5日、はい、やります、はい、そちらのイベントタイトルが風味絶賀よっ、下北沢クラブ Q でやりますよ。Q です。はい、この風味せっかっていうこのタイトルなんですけども、四文字熟語っぽい感じなんですけども、これはね、同時開催じゃなくて、共同企画、共同企画、ね、共同企画クスコというバンドと、はい、共同企画させてもらうんですけども、そちらと一緒に決めた、イベントタイトルでございます。これ意味とか大丈夫ですか、桜庭さん。大丈夫です。いきなり言いますけど、大丈夫ですか。大丈夫だ。本当に大丈夫ですか。大丈夫だ。はい、風味絶賀、はい、意味ですか、はい、これはですね、とても味が優れていると。ほう、はい、これはですね、もともと森永 の、 キャラメルのね、パッケージにこう添えてあった4文字なんですけども。マジで。そうだ。あ、そう、本当に書いてある。そう、はい、書いてある、書いてある。あ、知らなかった。それは知らなかった。そうそうそう、こういう4文字なんか熟語があって、あるのかなって、それがなんか味わい深いみたいな感じなのかな。そうそう、だから森永キャラメル横にちょっと添えてあって風味絶賀。あ、そうなんですね。優れている。で、これがね、ですか。はい、これどういったこのイベントと関係があるのっていう話になるんですけども、それは俺から振ったことだった。どうだったか。今自分で振った。ごめんごめん。ごめん。二十歳だよ。どんだけなんか俺が知らないといけないみたいな。ちょっとなんかあれからかわいそうとか。かわいそうとかない。でもこれがね、まあいろんなね。バンドがいますよ、今回チームベリーズ、はい、ザ・ブラッシュ、はいはい、そして、クスコ、ゼゼハハ、はい、4バンド出るわけですけども、はい、とても味が優れているバンドが揃っているよということでね。なるほど。まあこう昔じゃないですけども、うん、そうですね、まあ、バラエティに富んだイベントになるのかなと、おー、感じでございますので、9月5日はぜひ下北沢クラブ Q へカモン、カモン。ということで、はい、もう9月5日まで、まずはね、はい、9月5日までちょっと走り切りだと思います、はい、先生、はは、はい、ホームページの方いろんなコンテンツもあります、はい、同じことを言いますが、はい、Facebook、Twitter、バリアバね、2人やってるバリアバ、はい、ブログ、はい、そして MySpace ね、はい、こちらの方前回告知し忘れたんですいませんでした。いえいえいえ、MySpace 結構更新してるでしょ。いろいろちょくちょく告知はしてます。はいはい。そうですね、ちょくちょくね、そくそく捨てるって、はい、はい、じゃあ見てね。ってことでこれ終わりでいいですかね。そうそう。いいですかね。いいですかね。早く終わりたそうじゃないかよ。これからね、ほんとやりますよねえ、はい、ぜひまず、6月6月目がこちら来てください、はい、ね、渋谷セブンさん来てください、はい、6月18日、渋谷セブンさん来てください。はい、来てください。もうやばいっすから、はい、それでは、ありがとうございました。全然ありがとうございました。終わりかよ。言うだな、お前。え、なんかあるんですか。いや、大丈夫です。あ、待てよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。